こんにちは。歴ショックです。今回は、朝倉義景の死後、織田信長に従って、越前一向一揆で滅んだほか、徳川家臣としても続き、大名として生き残った朝倉氏のその後について紹介します。朝倉氏は、朝倉義景が自害した後も、義景を裏切った朝倉景明などの一族が、織田氏配下として越前統治に当たっていました。しかし、旧朝倉家臣同士での抗争の末、越前一向一揆に巻き込まれ命を落としていき、越前から朝倉氏の姿は消え去ります。その後も、一族は駿河で徳川家に仕えており、江戸時代には遠江掛川で2万6000石を領するまでになり、朝倉氏の名前を残し続けました。今回は、朝倉義景死後、朝倉景明をはじめとした朝倉一族は、どのような最後を迎えたのか、江戸時代以降も続いた朝倉氏のその後について紹介します。一族のほとんどが裏切り、内部崩壊する。朝倉氏の最後。朝倉氏は、1570年の金ヶ崎の戦い以来、3年にわたって、浅井氏と共に織田信長と戦っていましたが、長期にわたる戦いによって疲弊していっていました。1572年には、信長との対陣中に、前歯義次、戸田長重などの家臣が、朝倉軍の陣から織田軍の陣に逃げ込んで寝返るといった事件も起きています。1573年に入り、武田信玄が、三方ヶ原の戦いで徳川家康を破り、信長包囲網は活気づくも、朝倉義景には、信玄に呼応して信長を攻める余裕はなく、信長が撤退すると、追撃することなく、越前に引き返してしまいました。しかし、信玄は進撃途中で亡くなり、武田軍は撤退してしまい、余裕のできた信長は、足利義昭を京都から追放し、浅井氏の小谷城攻略に取り掛かります。義景は、いとこにあたる一門の朝倉景明に、浅井氏救援のための出陣を命じるも、景明は、度重なる出陣による疲労を理由に拒否し、やむなく、義景自らが大将として出陣します。この時点では、景明は内容していなかったものの、朝倉勢は総じて戦意が低く、小谷城近くまで進出したものの、織田軍に砦を奪われ、あっという間に撤退を決断します。信長は、この機を逃さず追撃を命じ、朝倉軍は、利根坂の戦いで大敗を喫し、越前に敗走しました。信長はなおも追撃の手を緩めず、前年に寝返った前歯義次らを先陣として、朝倉氏の本拠、一条谷に進撃していきます。この時、朝倉家臣の魚住景方は、駿河に使者を送って信長に内容し、ボロボロになっていた朝倉氏の内情を伝えて、織田軍に府中侵攻を進言し、道案内を買って出ており、他にも寝返る家臣が相次いでいました。寝返った朝倉家臣の手引きにより、越前侵攻が驚異的な速さで進んでいく中、ついに、一門筆頭の朝倉景明をはじめとした朝倉一族までもが義景を裏切ります。景明は、織田軍が間近に迫り、一条谷で自害を遂げようとする義景に対し、一条谷から撤退して、自領の大野軍で再起を図るように進言しました。そして、大野軍まで来た義景を包囲し、自害させた上で、義景の妻子を捕らえ、義景の首と共に信長に差し出して、降伏を許されます。義景の子、愛王丸は、母の小少将と共に殺され、生き残った子供もいるとはされていますが、朝倉氏嫡流はこの時をもって途絶えることとなりました。一方、朝倉景明をはじめ、朝倉景武、朝倉景綱、朝倉出雲守といった朝倉一族は信長に寝返っており、所領を安堵されています。朝倉景武は、朝倉義景の実の叔母、北殿の子で、阿呉城主を務めていた朝倉景隆の子にあたり、朝倉宗敵が加賀一向一揆との戦いの最中に亡くなった際には、総大将を引き継いだ父と共に戦うなど、一門での序列は高い人物でした。また、朝倉景綱、朝倉出雲の神は宗家に近い一族ではなかったものの、朝倉出雲の神は、織田軍との戦いで夜襲を成功させるほどの優勝で、朝倉氏は主要家臣のほとんどが寝返り、内部崩壊の末に滅亡したこととなります。こうして、朝倉氏滅亡後も、朝倉一族は織田配下として生き残ることとなりましたが、
激しい権力争いの末に朝倉氏は本当の滅亡の時を迎えることとなるのです。朝倉家臣同士の対立の末、全員いなくなる。生き残った朝倉一族の最後、越前が信長の支配下に入った後、越前は旧朝倉家臣がほとんどそのまま首領を安堵され、朝倉氏の支配体制が引き継がれていました。朝倉一族は朝倉の名字を嫌い、それぞれ支配地から名字を取って改名し、朝倉景明は信長から一字をもらい、土橋信明、朝倉景武は顎景武に、朝倉景綱は織田景綱に改名しています。織田氏による支配が確立する中、越前支配の要となる越前守護代に任じられたのが、朝倉家臣の中でいち早く織田氏に寝返り、越前信仰でも先陣を務めた前場義継です。前場義継は桂田長俊と名を改め、一条谷を本拠に守護代として、かつての同僚たちの上に立つ存在となりました。しばらく越前は、桂田長俊中心に収められていたものの、長俊ばかりが優遇される状況を妬んだ、旧朝倉家臣の戸田長重が、打倒長俊を目指して、1574年に蜂起します。戸田長重は、越前国内の土一揆勢力とも結び、総勢3万とも言われる軍勢で桂田長俊を攻め、長俊は殺害されました。なお、この時信長は、戸田長重の挙兵を追認しており、長重の挙兵は、信長に対する反乱ではなく、旧朝倉家臣同士の争いとして当初は処理されていました。しかし、戸田長重は、桂田長俊を討ち取った後、長俊の下で代官を務めていた信長の家臣までも討とうとするなど、暴走を始めます。この時は、朝倉景武が間に入って、信長家臣を国外に退去させたため、大事には至りませんでしたが、越前のトップとなった戸田長重は、疑心暗鬼からか、特に敵対していたわけでもなかった旧朝倉家臣、魚住景方を騙し討ちにしてしまいました。これにより、朝倉景武、朝倉出雲の神をはじめとした、多くの旧朝倉家臣が長重の元を離れ、さらには長重の起こした土一揆までもが、加賀の一向一揆と結びつきます。加賀からは、指導者として七里より力が派遣され、長重に従っていた土一揆は一向一揆へと変貌してしまいました。ここに、越前は、戸田派と一向一揆派に分裂し、総勢14万とも言われる一揆軍は、各地に散らばる旧朝倉家臣団を攻撃します。朝倉景明は一揆軍の標的とされ、大軍で攻め込まれ、追い詰められた景明は、わずか3機で敵陣に突入して討ち死にし、息子も処刑され、景明の系譜は滅亡しました。織田城を拠点としていた朝倉景綱も、一機の大軍を前に城兵を見捨てて逃亡し、以降の消息は不明となり、朝倉出雲の神も、一機の最中に戦死を遂げています。朝倉一族が次々と姿を消していく中、張本人の戸田長重は、わずか700の兵で2万の一騎勢と戦い大勝利を収め、その後も一騎軍を蹴散らす獅子奮陣の活躍を見せます。一騎勢を追い払った長重は、休む間もなく一騎勢との戦いを傍観していた朝倉景武の軍勢に攻めかかり、朝倉家臣同士の戦いまでもが始まってしまいました。長重は、景武の首めがけて突撃したものの押し切れず、一度撤退しますが、戦いの連続で疲れ果てた配下の将兵に裏切られ、陣中で殺されてしまいます。その後、唯一生き残った景武は、表面上は戸田長重との対立上、一騎方に属していたものの、本願寺による越前支配に完全に服従していたわけではありませんでした。長篠の戦いの後、信長による越前一向一揆討伐が始まると、景武は再び信長に内容し、一揆の指揮官であった下妻来将らを討ち取って、首を手土産に降伏します。しかし、信長は降伏を認めず、景武は信長によって自害を命じられ、朝倉氏滅亡から2年後の1575年9月に生涯を閉じました。その後、越前一向一揆は信長によって殲滅されますが、朝倉氏の支配の形跡はほとんどなくなり、以降、越前は、柴田勝家の北陸方面軍の本拠地として、織田氏による直接支配が行われていきます。景武の死により、朝倉氏滅亡後も生き残っていた朝倉一族はほとんど消え去り、越前朝倉氏は歴史の表舞台から姿を消すこととなったのです。
徳川家に仕えて大名並みの身分となり、子孫も江戸時代を生き抜く。駿河朝倉氏のその後、越前の朝倉一族が滅びた後も、朝倉氏を名乗る朝倉有重の系譜は徳川家臣として生き残り、大名並みの地位を得ることとなります。朝倉有重は、朝倉義景の叔父、朝倉景隆の子で、朝倉景明の兄弟にあたると系図上は記載されており、朝倉景隆が宗家に反乱を起こした際、父とは別れ、今川氏を頼って駿河に土着したとされます。その後、徳川家康に仕え、小牧長久手の戦いで活躍したものの、家康が関東に移封された際はこれに従わず、駿河に残り続けました。一方、有重のこの朝倉信政は、父とは別に徳川家に仕えて、徳川秀忠付きとなり、関ヶ原の戦いでは、徳川秀忠に従って、真田昌幸の上田城攻めに参加し、上田の七本槍と呼ばれる活躍を見せます。この時、軍規違反で罰せられていますが、その後は順調に出世を重ね、1613年には境奉行を務め、1700石まで加増されました。大阪の陣では江戸城の守備にあたり、戦後には2700石に加増され、1617年には守護位の下筑後の神に任官します。家康の死後は、長年秀忠に仕えていたことから、さらなる加増を受け、1621年には領地は1万石に達し、大名並みの地位になります。しかし、独自に藩を構えたわけではなく、同時に秀忠の次男、徳川忠長の付け家老とされ、忠長が1624年に甲斐に加えて駿河と遠江掛川を加増されると、信政は掛川2万6千石を領するまでになりました。信政の出世はここまでで、忠長は1631年には不行跡から蟄居処分とされてしまい、信政は忠長に還元しなかった罪を問われて、神津家板花藩の酒井忠行にお預けとなってしまいます。この時忠長は、自分が全て悪いのであって信政は悪くないと、尾張の徳川義直、水戸の徳川頼房に取り出しを頼んだこともあり、信政は赦免され、甲府で蟄居する忠長の代わりに領内の差配をするよう、秀忠に命じられました。しかし忠長は、1632年に改易とされ、2年後に切腹処分とされており、信政も、忠長の改易に伴って改易とされ、大和郡山藩主松平忠明の預かりとされてしまいました。こうして、朝倉氏は再び大名の地位を失うこととなりましたが、信政の弟にあたる朝倉岩見の神は二千石の旗本として残り、江戸町奉行を務めるなど活躍し、子孫も旗本として続いています。また、信政の子も、次男の正代の系譜は旗本として続き、四男の忠興は、後継ぎの代で改易となるも、元武田家臣で、信政と同じく徳川忠長の家老を務めていた阿波北条藩主、八代忠政の養子となります。信政の長男、信親は、父に先立って亡くなっていましたが、妻が大老、酒井忠勝の娘だったことから、朝倉氏改易後は、この重政が酒井家で保護されました。やがて重政は、かつて豊臣家の七手組頭を務めていた青木和重に始まる、摂津浅田藩青木氏に養子に入り、一万石の藩主となります。青木氏は浅田藩主として、直系で明治時代まで続いており、朝倉氏は家名こそ残せなかったものの、その血は大名として残り続けることとなったのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。